北陸新幹線が金沢まで開通する、それに合わせて新潟県でたった2つしかない駅の1つが糸魚川駅で、日本海の一番近い駅っていうことで、近頃テレビでも金沢と富山は結構出てきてるんですけれど、やっぱり糸魚川、それからもう一つ高田の近くの駅とかは、上越の駅とかはあんまりまだPR されてないので、これから我々頑張って糸魚川を宣伝しないといけないなって思っております。でつきましては、東京糸魚川会も本当に渾身の力を込めて、3月7日、ちょうど新幹線開通の1週間前ですね、上野西洋圏に目標500人の方を集めて大イベント、開通記念お祝いイベントをやろうと、毎月のように集まって、ああでもないこうでもないと。